軽井沢側エンドから横川側へ運転します。ではまずスイッチ整備して、はい、はい、でパンパンパン、まずはパンタグラフを上げてパンタ上昇を確認します。スイッチ整備、ATS 作動するかチェックします。ここでブレーキ試験です。ここはさ、勾配だからさ、このままにしといてもらって、で ATS 入れたら送風機も入れちゃってください。そうそう、これでもう、なんか車でいうあれだから、エンジンブレーキだから、横川側へは下り坂運転なので、レバーサーを発電ブレーキへ、ちょっと、いいよ、はい、そうで、これでやっとブレーキ試験ね、タムチ持ってきて、一つ手前持ってきて、クロージャリがずーっと5キロまで、ちょっと待ってね、ってなったら、200の腰で緩めてもらって緩めろ、そうじゃない、緩めろ、そこから60キロパスカルブレーキかけてください。いいよ。そしたらまた保ち持ってきて、で黒針がずっと5キロになったら、また運転位置で200残し、いいよ。で運転位置持ってきてな、ちょっと運転位置戻す、緩めろ、はい、はい、いいよ。で今度はターンで急性急ブレーキ、ぐーっと持ってきてね、で 3.9 キロ入るから、でまた戻し場にを確認して200残し、ここへガッとつっちゃった。下り坂運転のため、ブレーキは最後まで緩め切らず、はい、200p へ残します。で発車してください。はい、出発します。はい、いいよ。地面を3回に分けて緩めて発車です。で、じゃあ3本目でね、止まってください。下り坂運転途中、3本目の電柱のところで停車します。で様子見てて、まあ3回くれやっていいやん、止まっちゃうよ、ほら緩めて、ちょっと、はい、よ、少し緩めて、でここで追加、追加くれすぎだ、あ、でもいい、あ、そういうこと、はい、いいよ。だからさ、今3回くれちゃったけど、1回2回くれて様子を見て、で3回目で微調整ね、
いや、全部緩めていいよ。うん、そうそうそう。で、天幕は辛いね。白い、ひし形のね。うん。それを自分の窓のところに合わせて、ブレーキかけてみてください。ブレーキかけないと痛いよ。ブレーキ追加追加追加。ブレーキ入れ、くれ、くれ、くれろ。ほら、あれ、よかった、ほら。ブレーキ入れから。で、自動乗せて。いいよ、いいよ。そしたらまた、重ねに乗って。で、保ち持って。で、ぐーっと今、ずーっと褒めてるから。ブレーキ踏んないとさ、行っちゃうから。そしたらさ、ノッチをまず落としてもらって。あ、いいよいいよ。ノッチを戻してください。いいよ。はい。で、更新取って。で、後ろの天幕わかるだろ、後ろのこの天幕、それ合わせろ。で、一度聞いて、で、ブレーキ緩めて、で、後ろ下がるから。で、天幕合わせるんだよ、後ろのほら、これ見てて、天幕を見てて。で、ブレーキ触れないと、そうでいいよ。そしたら運転位置持ってきて、運転位置短弁を運転位置持ってきて、うん、で、常用電制度、そこから始めて、はいよ。そしたら中立に戻してもらって、いいで、スイッチ整備、ATS は切ったからさ、IP、そう切ったらまた入れといてください。で、全消灯を切ってください。はい、いいよ。そしたら送風機を切ってもらって、で、パンを全部下げにして、で、ゼロになったら、うん、よし。バッテリーを。はい、そうです。はい、お疲れ様でした。ね、だから